ザ・ダンス・デイのメンバーがヤバすぎた。どうも皆さん、ジャックです。はい、今日はですね、日本テレビの27日放送ダンスナンバーワン決定戦ザ・ダンス・デイのですね、そちらの大会でファイナリストの人たちにエールを送る際に特別企画としてザ・ダンス・デイ×ダンクの最強ダンスコラボメドレーっていうところのセットリストが解禁になったんですけども、まあ、そのメンバーとか、まあ、そのダンスだったりとかダンスのセットリストですね、まあ、ではそちらの感想についてお話ししていきたいなというふうに思います。なんかね、もうやばすぎますよ本当に。なんか最近だったらやっぱその音楽の日だったりとか、何だったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、あ、思い出しました。ベストヒット歌謡祭ですね。の方でも、まあ、ダンスコラボとか、まあ、やっぱ最近、旧ジャニーズ問題があってから、まあ、いろんなダンサーのボーカルグループがコラボだったりとかして、本当に日本のエンタメを盛り上げてると思うんですけども、またそのベストヒット歌謡祭だったりとか、音楽の日とか、FNS とかとはまたちょっと違ったメンバーっていうのも、まあ、胸熱な部分はありますよね。そこにね、まあ、旧ジャニーズ、まあ、現スタートエンターテインメントの、まあ、我が高橋海人、海ちゃんが出るわけなんですけども、まあ、本当それ以外のメンバーも最強ですよね。もともとこのダンス企画というかダンスデーに関しては、まあ、優勝賞金が1000万円で、もちろんダンスのうまさとかそういうとこもあると思うんですけど、結構ダンスの評価って難しいんですよね。そのオーディエンス、その見てる人たちを楽しませる、盛り上げるのを価値とするのか、普通に素晴らしい、ね、技術とかを出すの方が、まあ、うまいとされるのか、結構そこが難しいんですけども、まあ、今回はただ楽しませた人の勝ちっていうのをルールとして、オールジャンル、プロアマ問わずに日本中の踊れるやつが集まるダンスの祭典っていうところですね。これはこれでなんか今までとはちょっと違うというか、なんか大体こういうテレビの企画とかだと、どうしてもね、ブレイクダンスとかみたいな、あとロボットダンスみたいなね、その BE:FIRST のソータ君がやるようなパッと見分かりやすいダンスみたいのがどうしても目立ちやすいしキャッチーだと思うんですね。ただ楽しませるやつってところで、そのダンスのジャンルって結構大事じゃないですか。やっぱりそうじゃなくて、この楽しませるところにフォーカスを当ててるっていうのが、なんかすごく今らしいというか、今時っぽくていいなって感じがしますよね。そのダンスのね、ファイナリストの、まあ、エールを送る際のスカイハイさんが、まあ、ダッチャンですよね。で、手掛けるダンスボーカルプロジェクトのダンクのコラボの一環として、まずはキング&プリンスの高橋海人くんで、マーゼルのセイトくん、そしてエグザイルファンタスティックスの世界さんですね。エンティームのケイくんで、ソレスノのそのダンスのジャッジとかやるタカヒロさんっていうダンサーさん、あとミーアイっていう、まあ、女性グループのランって女の子、そしてあとバリスティックボーイズっていうグループ、まあ、要はエグザイル系一族の、まあ、ちょっと若手のグループになるんですけども、その松井力くんっていう、まあ、メンバーでこういったスペシャル企画っていうのをやるんですけども、もうこのメンバーがなんかもうマジかっていう、なんか例えばFNS とかだったらラウルがいたりとか、ジェネレーションズの中塚くんとか、まあ、エグザイルのナオトさんとか、まあ、ケンゾーさんとかもいましたけど、でベストヒット歌謡祭だとダイスのメンバーがいたりとか、まあ、そういった本当にダンスのその番組とかコラボによってその出てくるメンバーとかって変わってくると思うんですけど、まあ、今回その旧ジャニーズ代表としては高橋海人っていう、やっぱその今旧ジャニーズでダンスが上手いの誰だってなったら、やっぱりそのラウールとかが目立つと思うんですけども、やっぱり高橋海人っていうヒップホップをずっとやってきたこの本当ダンサーっていう実力は本当にすごいと思いますし、まあ、何を隠そう、どのダンスコラボにも絶対出ている BE:FIRST のソータくん、実際ソータくんが一番やばいかもしれないですよね。もう全部ね、その FNS 音楽の日、ベストヒット歌謡祭とかで、今回のザ・ダンスデーもそうですけど、ソータくん出過ぎじゃないっていう、BE:FIRST の仕事できんのかなっていうぐらい出てますよね。で、やっぱエグザイルを代表して、まあ、エグザイルの歴史で一番上手いんじゃないかって言われている世界さん。僕はこの世界さんのダンスを本当に尊敬、参考にして自分をダンスやっていたので、で、そのエグザイル系列の後輩のバリスティックボーイズの松井力くん。もうこの子やばいっすよ。半端ないっす。もう、上手すぎて、なんかもう、音の取り方一つ一つが個性的ですね。で、あとは僕、マーゼルの方とか、エンティームのケイ君。エンティームのケイ君はね、以前、FNS でラウルと踊ったりしたんで、高身長の人だなっていう印象はあるんですけど、マーゼルの人とか、ミーアイの人
あんまり僕がそのグループをそれぞれ知らないんで、これはちょっと勉強しようかなってところではありますね。あとはダンサーの高弘さん、なんか結構ネタ動画でよく上がったりしてますよね。ボーカルの人がしっとりした楽曲なのに高弘さんがすごい、まあ、暴れてるみたいな、まあ、ダンサーってまあ難しいですよね、表現とか。まあそのメンバーで踊るってところで、もう早く見たいです。でそのセットリストとして、BTS のダイナマイト、これに関しては出演者の人が全員踊りますね。でその後に BE:FIRST のソータくんとダンサーのリエハタさんがブラックオンザステージの楽曲を2人でコラボ。でその後 King&Prince の代表曲1番を高橋海人とリエハタさんのコラボで、EXILE のライライライジさんっていう、代表曲に関しては NTEAM の K 君、セイト君、世界、高弘さん、松井君、ランさんのメンバーで踊るってところで、まあ要はソータ君と高橋のカイちゃんは、まあ、2人とも何でしょう、リハツさんとソロで踊るって形ですね。だそれがメンバーがライジングさん、あとはダンクでスカイハイさんかける全員ってところで、やっぱこう見るともちろんライジングさんとかダイナマイト全員で踊る迫力とか、まあ、そういうのも楽しみなんですけど、やっぱこのブラックオンザステージのソータ君とリエハタさんのたった2人だけのパフォーマンス、そしてキング・オブ・プリンスのカイちゃんもたった2人だけのリエハタさんとのダンスってところで、やっぱソータ君と高橋のカイちゃんが特に目立ってるこのダンスのパフォーマンスなのかなってところありますよね。でもやっぱなんか嬉しいですよね、こういった LDH のグループとか ABEX に行ったダッチャン、トリプルのダッチャンの、まあ、この事務所のソータ君 BE:FIRST だったりとか、まあ、マーゼルとかで、まあ、この日本のアイドル文化といったらやっぱジャニーズ、まあ、なくなっちゃいましたけど旧ジャニーズの、まあ、キング&プリンスから1名だったりとか、本当にこの事務所の垣根を越えて、なんか日本のその事務所同士で LDH よりジャニーズでしょとか、ジャニーズよりABEX でしょみたいな、そういった日本の事務所の戦い、バチバチのファン同士の戦いってまああるはあるじゃないですか。ただもうそこだけじゃなくて、日本全体のエンタメで盛り上げて世界にもっと羽ばたいていこう、広げていこうといったこの動きがもうほんと素晴らしいと思いますね。個人的にはまあなんか多分ないと思うんですけども、まあ、ダイナマイトとかライジングさんとかダンクとか、まあ全員がほぼ全員が踊るタイミングで一人一人のねソロパフォーマンスみたいなね、そういうのがあってくれたら本当最高かなと思いますね。もう絶対27日はもうテレビの前にしがみついて、もう見た瞬間に速攻感想動画上げていこうかなと思いますね。はい、今日はですね27日に放送されるザ・ダンスデーの方でですね、まあ、いろんな事務所のダンスが上手い人たちがまた共演ってところで、もうメンバー最高だよねってところについてお話させていただいたんですけども、まあ、ぜひ皆さんの方でもですね、いやーこのランちゃん出るの熱いなとか、ついにこういったコラボ系に高橋のカイちゃんが出たのすごいなとか、皆さんの思うところをぜひコメントで教えていただけたらなっていうふうに思います。はい、自分はですね、こういった旧ジャニーズだったりとか、日本のこういったダンサーとボーカルグループの話っていうのを自分の思いや主観でお話しさせていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらなっていうふうに思います。もう日本のエンタメ最高！またね。